僕できないんです。現代社会はストレスフル。仕事や対人関係の悩みや不安、そういう人たちの心に溜まったものをデトックスする。いいだろう。いいです。添い猫男子のジンと申します。男と女がただ寝てるだけ。不思議ね、こうやってると一番落ち着く。写真よりがっしりしてるね。どうして私は当たり前のことができないんだろう。亡くなった彼の若い頃に似てるのよ。山村美恵と申します。え、じゃあ寝る。香里さんって目が綺麗ですねって言われちゃって、こういう30代が一番痛いのかもしれない。だって妹はレイプされたって言ったんですよ。お互い信じるしかないじゃん。掛け金300万、どうすんだよ。上っ面で話し合わせても心通じないです。上っ面でいいんだよ。なんか疲れちゃった。本当に辛い時は逃げてもいいのよ。ねえ、一緒に死んでくれる？